こんにちは、キャタリストカナダ、留学コーチの水谷です。今日はですね、ちょっと皆さんにですね、英語のお話をしたいなっていうふうに思います。これからカナダに行こうかなって考えている皆さん、高校生の方、大学生の方、そして社会人の皆さん、そんな英語力を上げて自分のキャリアにつなげたいな、海外留学を通じて、自分の、まあ、理想の未来というか、あのキャリアだったりとか、そういうのにつなげていきたいなっていう皆さんに、こう英語っていうものの、使い方って言ったら変ですけど、英語との付き合い方みたいなお話をぜひ、お話しして、何か少しでも皆さんの英語学習のプラスになるといいなっていうふうに思います。で、通常は留学っていうのはね、やっぱり日本に住んでる皆さんがカナダなりアメリカなりオーストラリアに、ね、ニュージーランド、マレーシア、セブ島っていうところに行って英語を勉強して、留学が終わったら基本的には帰ってきますよね。で、留学が終わって皆さん一生懸命勉強されると思うので、やっぱりおそらく留学した一番最後のタイミングぐらいが一番英語力が伸びてるんじゃないかな、ご自身でも一番こう英語を自信持って話せるっていうのが留学のまあ後半の方なんじゃないかなっていうふうに思います。で、ここから日本に帰ってくる、そうすると自然にやっぱり英語力っていうのは下がっていきます。それはそうですね。どうしてかっていうと、外国カナダにいる間は毎日英語が耳から入ってきます。で、朝友達に会えば Hey, how are you? だったりとか、その Hey, what's up? みたいな感じでこうお話しして、こう英語を話す機会だったりとか、英語を耳にする機会っていうのはたくさん日常的にあるわけですよね。でも日本に帰ってくると、基本的にはそれが全て日本語に切り替わるはずです。日常的になかなか英語を話すチャンスっていうのもないかもしれない。そういった、まあ、留学生にとって帰ってきてから日本で生きていくためには、やっぱり英語との付き合い方っていうのをぜひこう今留学する前から、留学してる時から意識してほしいなって思うんですね。で、僕がどうやってずっとこの留学後も英語と付き合っているかっていうの、いろんな方があるんですね。もちろん外国人の友達も日本にいるし、うちはカナディアンのスタッフが一人います。キャタリストカナダには。うちの秘密兵器です。何かあった時には、いつもね、そのカナダ人のスタッフ、クリスって言うんですけども、クリスがいろんなことを調べてくれたり、カナダの常識だったらこうだよって、で、未知の考え方がちょっと違うようだったりとか言ってくれるんですね。なので、本当にあのキャタリストカナダの秘密兵器なんですけども、まあ、クリスがいるので、僕も日常的に、まあ、一緒にご飯行ったりだったりとか、仕事でも英語を使うので英語を話す機会があります。それが、まあ、一つ英語の使い方だとすると、でもそれだけでずっと英語力をキープしていくっていうのはちょっと難しいと思います。で、皆さんに今日お伝えしたいっていうのが、どんな英語の付き合い方かっていうと、やっぱり自分の興味、自分の好きなこと、自分が伸ばしたい分野、スキルを伸ばしたい分野の、そういったものをやっぱりこう知識を英語で得るっていうね、ことをぜひ、一つの英語との付き合い方として身につけてほしくて、で、留学をして、で、ぜひですね、カナダにいる間、海外にいる間にそれを身につけて日本に帰ってきてほしいんですね。で、僕はですね、新しく立ち上げた、留学コーチ西先生っていうホームページの方にいくつか書かせてもらってる記事があるんですけども、僕が初めてこうやって英語でこう自分のために必要なことを学び始めたのが2004年かな、僕ね、奥さんと一緒にカナダのノバスコシア州のハリファックスに行った時に、あの出会った一冊の本、まあ、本じゃないけど本当はオーディオテープっていうテープだったんですよね。ある日こう、なんだろう、古い図書館のね、あの地下の棚を歩いている時にこうポッと見つけたテープだったんですけど、それが、ジム・ローンっていう方の、セミナーだったかな、セミナーを、録音したテープが入ってて、でそれを聞いて僕はいろんなことを英語で学びました。どうやってビジネスを立ち上げていくのか、どうやって自分の人生だったりとか自分の道を切り開いていくのかだったりとか、スキル身につけるためにはどんなことが大事なのかだったりとか、そういういろんなことを、そういう英語のジム論だったりとか、そのジム論がつながって次のやつだったりとか、いろいろ学んで今の自分があるのかなっていうふうに思ってます。で、そんな英語の付き合い方が、自分にとって必要なスキルっていうのを
身につける道具としての英語っていうのをぜひ身につけてきてほしいなっていうふうに思うんです。でいくつかね、僕の場合どんなことを英語で勉強してるのっていうのをね、ご紹介したいなと思うんですけども、例えば、これですね、Awaken the Giant Within っていうね、これトニー・ロビンスっていう方が書かれた本で、もう日本でも日本語に翻訳されたものも結構売れてるんじゃないかな、結構有名な、日本でもセミナーされてる有名な方で、アメリカでも世界中でもすごく有名な方です。世界一のコーチだって言われてますけどね。が実はジム・ローンはこの人の師匠だったみたいな話もあるんですけども、この、トニー・ロビンスの本で僕は、NLP っていうのがあるんですけど、NLP、ニューロリングイスティックプログラミングっていうちょっと心理学みたいなのがあって、それも、自分の、トラウマとの戦いを処理する方法だったりとか、コーチングだったりとか、いくつかね、生きやすくなるための方法って言ったらなんか変ですけど、そういうのも書かれてて、結構これも結構僕は勉強しました。何回か読んだんで、まだ分厚い本なんですよ。でもたくさんいいことが書いてあって、役立つことが書いてあります。これが一つですね。もう一つ、例えば日本でもそうですけど、成功哲学ってね言われてる、どうしたら経済的にも、経済的な成功っていうのは大きいのかもしれないですけど、事業を立ち上げたりだったりとか、そういう会社を成功させたりだったりとか、人生で成功するためのノウハウみたいなことを、体系的に、一番最初に体系的に作り上げられたのが、このナポレオン・ヒルっていう方がいた、Think and Grow Rich っていうね、本があります。日本語だと、思考は現実化するっていうかな。ちょっと日本語の本が読んだことないんです、僕。もう、初めて知って、学び始めたのが英語の本だったので、Think and Grow Rich っていうのを読むんですけど、もうこれが、どんな成功者の方たち の本とかにも、ほぼ必ず出てくるみたいな本です。で、僕もこれ読んだし、ここに書かれていることを、今でもたくさん覚えてて、大事だなって思うことを結構、実践してみたりします。で、もし興味のある方は、ぜひ読んでください。なかなか日本のすごい人生の中で大切だろうなって思うことですけど、学校では決して教わらないようなことかなっていうふうに思いますね。あとは、これはブルーオーシャンストラテジーって言って、ビジネスの、これはビジネス書です。どうしてかっていうと、僕はやっぱり、ビジネスを立ち上げたいなっていう思いが、英語を学んでる、まだ留学生の頃からあったので、英語を勉強する中で、ビジネスについてのスキルっていうのを英語で手に入れられる。別に大学に行かなくても、ビジネス MBA のコース受けなくたって、図書館行けば、本屋行けば、いっぱいノウハウがあるので、読みやすいやつから取って1冊読んで2冊目3冊目って順番に読んでいけば、やっぱある程度のスキルは身につくと思うんですよね。だからやる気さえあればっていうところだと思います。でこれもすごく面白い本だしだなと思います。でこれがあったからね、僕はすごく悩んでたというか、なかなか会社が伸びなかった時に、小さい会社の自分は何をやればいいんだってことを考えたときに、カナダ高校留学っていうのに特化してみよう、力入れてみようっていう形で、たくさん時間かけてホームページを作って、実際にカナダに行って取材して写真撮って現地にいる方たちと仲良くなってっていうことをしていくことによって、カナダ高校留学っていうところではたくさんの、留学生の方に利用してもらえるようになったっていうのはあって、そういう意味で言うとこれもすごく役立ってるし、僕は、もう一つごめんなさい、ビジネスで言うとぜひね、フリーランスだったりとか、これから自分で仕事立ち上げたいなって思ってる方にぜひ僕ご紹介したいのは、この、セス・ゴードンっていう方の本、このプラクティスっていうのと、この This is Marketing っていう本、この2つすごく役立ちます。ぜひ内容もお伝えしたいな、またどこかのタイミングでこの中の書いてあることもぜひご紹介したいなって思うんですけど、すごく勉強になります。もうその辺のビジネススクール、今度は留学エージェントの僕が言うのも変ですけど、大学行ってもらうのってすごく勉強をしなきゃいけない環境に入るし、すごい仲間もできるし、すごいおすすめですけど、やっぱり本から学べることもすっごいたくさんあるので、これビジネスをこれから、小さいところからスタートしてでもやっていきたいなっていうことは、This is Marketing, The Practice、 あとこれも Purple Cow、 これもすごく、役に立つと思います。でもう一つ僕がすごく興味がある
ことが、ちょっと日本語で言うとすごく硬い感じなんですけど、あのストイック哲学っていうものがあるんですよ。ストイック、英語だとストイシズムっていうんですけど、そのストイシズムの、についてよく書いてる、本がこの、ライアン・ホリデーっていう方が書かれてる本が、いくつか出てます。これがまたあの読みやすくて、すごく役立つことをたくさん書いてくれてるんですね。でストイシズムって何かっていうと、古代ローマの時代、最後の The Last Good Emperor とかって言われてる、マーカス・アウェリアスっていう方、ローマ帝国の、王様がキングだった方、エンペラーだった方、そしてセネカとか、あとはエピクティータスっていう、有名な哲学者の方たちがまとめたストイック哲学っていうのがあって、これがですね、すごくなんかいろいろ辛かった時とか、なんかうまく言えないですけど、なんかこう力を与えてくれる言葉がたくさん入っているので、僕はこういうのを勉強して、少しでも、何かあった時、一つ例えば The Obstacle is the Way って、この本を僕一番最初に読んだんですけど、これがすごく良かったです。良かったっていうのは、 Obstacle 障害っていうのが道になるんだって言って、やっぱりいろんなことが起きるんですよね。でその大変なことだったり困難だったりチャレンジっていうところをと向き合っていくことによって、そこに道が開けてくるっていうのがやっぱコアなメッセージになるんですけど、やっぱこういうのを読んでると、やっぱりちょっとどんないろんなことがあった時にこう抜け出せる、乗り越えられるチャンス、力になるような言葉がたくさん書かれて、僕は自分の子供にもぜひ読んでもらいたいなと思うし、皆さんにもぜひ読んでほしいなっていうふうに思ってます。でこんな感じで何がお伝えしたいかっていうと、今日は皆さんも絶対に今よりもいい自分になりたいって思っていると思うんですよ。でその方法ってもうどっかに書いてあるんですよ、絶対に。で英語をアップル英語力を上げたい皆さんは、その英語をそれで学んだらどうですかと。でさまざまな今の時代、さまざまな情報がインターネットで、まあ、見つけやすい時代ですよね。ちょっとサーチして英語で調べれば英語でいっぱい出てくるし、言語力、英語っていう言語力がつくことによって、情報収集だったり情報を得られる量っていうのは断然増えると思います。そしていろんな新しい価値観だったりとか、新しい考え方、新しいトレンドっていうのが英語圏の国から来るっていうことももうずっと繰り返されてるわけですよね。それも、そういった新しい価値観だったりとか考え方だったりとか、なんだろう、研究だったりリサーチだったりとか、そういうことをいち早く、英語ができることによってこう得ていける、っていうスキルにもなると思うので、ぜひね皆さん英語を学びながら、難しいって思われると、手が出ないかもしれないですけど、皆さん、僕ね英語で映画を見るっていう話をするときもよく言うんですけど、皆さん英語ができるようになったら映画を字幕なしで見るっていうふうに思われる方が多いみたいなんですけど、実は逆で映画を字幕なしで見てるから英語ができるようになるんですよ。だからできるようになったらやるじゃなくて、やるからできるようになるんですよね。そこをちょっと気持ち切り替えて、難しい、読みやすいのもたくさんあるので、難しいじゃなくて、まあ、手に取ってチャレンジしてみるっていうのはちょっと大事なんじゃないかなと思います。そしてカナダに住んでる方、はですね、図書館に行ったらたくさん本があるので、タダで借りられるっていう、ぜひ、上手に活用してほしいなと思います。でちょこっとだけ、じゃあどうやってそういう本を見つければいいのっていうのは、ちょっとこのね、画面を一緒に見ながらご紹介していきたいなと思います。はい、ではですね、今アマゾンのアメリカの、米国アマゾンのホームページを今一緒に見ています。でここ見ながら、本当に簡単なんですよ。もう本当にこれが、ここのサーチエンジンに自分の興味のあることの前に How to とかつけてやってみればいいんです。例えば、なんだろう、例えば、良いセールスマンになりたいだったら、How to で、How to become a good sales person とでやると、ここにね、ほら、いろんな結果が出てくるわけですよ。情報がいっぱい出てきます。で、こうなんだろう。
セールスピーポーになる、セールスパーソンになる方法が出てくるので、これクリックしてみると、クリックしてみて、あ、ね、415もレーティングついてると、でこれ見てみて、こういうとこ読んでみると、あ、なんか良さそうな本なのかなって。でカナダに住んでらっしゃる方はひょっとしたらこう図書館にあるかもしれないので、こう調べてみた、もしくはこの著者さんが書いた前の本があるかもしれないので、それで調べてみる。図書館になくても欲しいなと思ったら Amazon で注文するか、まあ本屋さんに行って調べて手に入れれば読めると思います。そうやって、あの、自分が知りたいことを、英語で身につけていくっていう、英語で学ぶっていうことを、やっていけるということです。他にもいっぱい、あると思います。例えば、How to study とかね、 How to study、ってやると、まあ、勉強の仕方とか出てくると思います。いっぱいこういうので、なんだろう、自分で知りたいこと、面白そうだな、ちょっと簡単そうだなと、表紙とか見てね、あと例題とか見ながら読みやすいやつですね。例えば How to で、スノーボードってやったりすると、こうスノーボードの、テクニックだったりとか、そういうのも出てきます。あと、なんだろう、もうほとんどこの窓に入れるのが、このウィンドウに入れるのが、もう本当まるでマジックワンドのような、ただそれこそ How to speak English、フルエントリーとかっていうとですね、ここ見ていくとやっぱりこう、上手に英語を話す本だったりとか出てくるんですね。 How to speak English fluently って出てきますから、あ、これしかもタダでやりますね、これね。こういうのどうやったら流暢に英語が喋れますかっていうのがありますので、書いてあるわけでしょ。じゃあ英語の学び方っていうのを英語で勉強してみたら、なかなか面白いんじゃないかなっていうふうになります。そんな形でぜひ、自分が興味があること、それがあなたにとって一番ベストな勉強方だし、留学中も留学終わってもずっと英語と、付き合っていける。もちろんこういうふうなものを、こういう、例えば僕だったらこのストイシズムの本読んでると、これ書かれた方の YouTube チャンネルがあって、 YouTube の方でもやってる、そこからセミナーがある、参加する、似たような人たちと会えるっていう、そういったいい、続きがどんどんあると思うんです。今一つの例ですけどね。そういった形で留学っていうのは一つのプロセスであって、一つの大きなイベントっていうよりはプロセスなので、そこを通り抜けていく中でやっぱりスキルが伸びていきます。ただ留学は必ず終わりが来ます。で、終わりが来た時に、留学してた時は喋れたんだよねではちょっと、もったいないというか寂しいので、留学で日本にいない間、留学してる間にこういう習慣を身につけて、その先の人生がこうなったんですっていうふうになってもらった方が絶対にいいと思いますので、そこをちょっと意識して、一つの英語との付き合い方としてこういう本、要書っていうのを、しかもどちらかというと How to 本ですね、 How to 本かな、うん、ノンフィクションブックとかね、こういうのはセルフヘルプっていうところに置いてあったりします。あとはマーケティングだったりとか、まあ、セルフヘルプっていうところに行くと、こういう、トニー・ロビンスだったりとか、こういうサクセス、ね、成功哲学だったりとか一応置いてあったりしますので、カナダに住んでいる方は行っていただいてというか、本屋行っていくつか見てもらって、手に取って見てみると、あ、これなら読めそうかなっていうのはあるかもしれないです。で、調べるんだったら YouTube にベスト、マーケティングブックとか、ベストサクセスブックとか、なんだろう、そういうふうにこういろいろキーワード入れて、ブックレコメンデーションとかね、いろんなことを入れてやってみるといくつか出てくる。その中で読めそうかなっていうものを探してみる、本屋に行ってみる、図書館に行ってみる、手に取ってみる、あ、これなら読めそうかな、ぜひ手に取って読んでください。で、最後にね、僕が、ジム・ローンから教わった、すごくね、大事だか好きな言葉があって、今自分の英語力で手に届く本を読みなって言うんですよ。本棚があったとして、ここに自分の英語力で読める本があったとしたら、これを取って読んでみなと。で、次はこの本の上に乗っかれば、もう一個上にある本に手が届くようになるからって。そんなね、ってことは一冊読んで、まあ本当に乗っちゃダメですけど、一冊取って読む、その本の上に乗ると、そのもう一歩上の本に手が届くようになるっていうふうに考えると、もう今目の前にある本をぜひ一生懸命読んでもらえれば、必ず、10年後20年後には
先の話かもしれないですけど、10年後20年後必ず来ますから、10年後20年後にはまあ、同い年のカナダ人、同い年のアメリカ人と同じレベルの本を読めるようになって、同じ話ができるようになる、ね、そんな風にもなるんじゃないかなと思います。ちょっと長くなっちゃいましたけども、ぜひ皆さんにもですね、英語っていう言語を試験のためじゃなくためだけじゃなくて、なんだろう、自分の人生を良くするためのツールとしての英語っていうのを学んでもらえると、楽しくなるんじゃないかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。キャタリストカナダ留学コーチ、みち先生でした。それではまた次回。